ということで、第20回、望みの先に、見終わり、ほやほや、ドキドキハラハラ、誰が受賞したの、いろいろ話していこう、感想会、お疲れ様でしたか。長いな。さあ、ということで、皆様、先ほど見終わりました。これはどういった意図の今フード、まあ、これはまず、3議に上がったということで、まあ、苦労を着させていただいているプラス、なるほど、まあちょっと確かに容疑がちょっとかかってますね、いろんな容疑がかかったという、あの久々の演出が入った、このアニアカンダ賞考察会演出なんですか。はい、演出です。忠信賛議になりました、ありがとうございます。本当前回ね、落選してしまいまして、あのご協力していただいた皆さんのね、応援をちょっとあの申し訳ないなという気持ちありましたけど、今回なんと忠信賛議に入ることができました。本当にありがとうございます。万歳。ありがとうございます。当選しました。ついにピンチをチャンスに変える男、忠信でございました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。だから緑から黒へ修正しています。さあ、ということで振り返っていきましょう。はい、だから超得の変化だよね。そうですね、前回矢を言って火山院は、で、火山院はことは話を大きくするなってなって、従者たちがわーってなって、で、従者が切られて目の前にやって、ひゃーっていうところからね、すごい、2人亡くなったんですよ。そう、すごい大ごとに、うん、で、うん、早速なんですけど、はい、今週のタワーのコーナーに行きたいと思います。ピン、すごい響きました。今週のっていうか、今週はタワーのって言ってぐらいすごい出てたというか。ありがとうございます。早速すぐにチクリに行ってたというか、早いなと。はい、すぐチクリ忠信です。もうね、正直忠信が今回かなり絵図を描いたと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。すぐ道長と言って、だからピンチをチャンスに変える忠信ね、まあ、忠信自体も追い込まれてたから、もう出世できない、なんでだよ、順番的にね、前回俺が絶対賛議だろうっていうところをね、利方さんを、高利さんって間違えちゃったけど、ね、高利さんじゃなくて利方さんね、はい、に抜かれて、でどうしよう、でも妹たちモテモテだし、あれこれひょっとしてってちょっと前から思ってたのかもね。あ、なるほど、あれは突然の事故でしたけど、だけどその前から光子さん、火山院が、コレチカ様、確かに、そうで、タケコに火山院さん、あれバッティングするんじゃね、まあどっかであったかもね、わかんない。あのスピードは、とあとドヤ顔、そう、にやりの顔、あ、住所がこうやってヒーってなったら、もうほんと数分後には道長のとこに着く、気づかんま走るね、うん、そうそう、持続確かに、あの、ギッシャとか乗らずに普通に、ただの多分あれ、ギッシャ使ってないと思う。あの日ばかりは。あの日ばかりはもう、キャーこういう走り方もこんな。足早い人。足早いの。こうやっていって、で、呼吸を整えて、トントントン。で、映像を描いたと。いや、あれ印象的じゃん、あのセリフ。終わりだな。で、いや、そういう表情です、ね、そうそう、嬉しそうに申すなんてもう内心が出ちゃってる。そう、ということはまるで、ね、これはっていうことですね。忠信は恐ろしい男ですよ。あれ、ひょっとしたらこれちかと高家やもって言ってたけど、もうほぼ確信してたからね、うん、本当のこと言うと、あのちゃんと見てないけど言い切ってる感じでしたね、うん、暗くてよく見えなかったけどって言ってるけど、忠信は見てるよ。もうじゃなくても言うぐらいの、そう、勢いとかね。多分ね、あれね、忠
失礼しますか、ね、そう、これが違ったね、高いだったよ、うん、一条天皇に実助さんが報告して、うん、あれ実助さんも全部知ってたでしょ、はい、じゃあ誰が言ったの、誰が言いふらしたのっていう、あなるほど、いや怖い世界ですね、まあでも上等手段じゃ上等手段ですよね、いや怖い、頼むも怖いし、まあ、みんな怖いですね、そう、みんな怖い本当に、でその後に僕はクロードの塔ですから、いわゆる一条天皇の使いでもありますから、あれね、これ力高いる高子さんのところに行って、はい、まあ、不届きの極みということで禁止を申し付けに行ったのは私です。あれも黒い服着てる人が上じゃないですか、うん、で緑の、まあ、ただのがそう、クロードの塔ね、塔の中将、偉い方の席に座ってる、そう、あれがすごい印象的、あれは俺の位というよりかは塔の中将というのは一条天皇の使いだから代わりですよ、だから要は一条天皇の伝言を伝えに来てるから、ああいう扱いになる、そういう演出なんだろうな、そうそうそう、逆転した瞬間というか、今まではね、三義にもまだ入ってないし、多分眼中にずっとなかったじゃん、あってちょっといじられる側だったけど、そうですね、もう一条天皇の使いとして言ってるから、いや印象的ですね、そう、偉くなったただろうっていう感じで、後日高子さんとコレチカと、まあ、言ったら録をもらったりとか、まあ、言ったら賄賂的なね、はい、布とか入れる、そうで、まあ冷静に考えたら道長側だから高子さんもなんで俺にと思うけど、まあ多分情報を聞き出したかったんだと思うんだよね、今どんな状況ですか、なんとかなりませんかっていう、確かに、まあそう、そのだって言ったのこいつだから、あの場にもいたし、そう、あの場にもいたし、チクったの俺なのに、それをこうね、高子さん、まあ、だから高子さんこれ近高いテンパったんだと思う、だからクロードの殿の忠信さんになんとか頼んでみようってなっての、じゃあいろいろ、ね、用意し、布とかろく用意しろってなって行ったけど、まあ俺はもう全部分かってるから、いやもう私のあれではもうすみません、ちょっと上の者に聞かないと、もうちょっと私は、で、しかも呪詛したっていうことを、さらにはそういう話になってますよっていう、さらに追い込むというね、いやそれは知らないですって、うん、呪詛などしておりませんって、よし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 と思ったらね、あれも描いてますから、そうですね、うん、あれも忠信の口から聞いてるから、初めて、うん、まさかそんな話だから悪いね、大変申し訳ございませんでした。お酒の飲み方もね、あそこでなんか酒好きを感じて、もう出世できるぞ、参議入れるぞ、グビだからね、コレチカがだいぶすごい小物に見えてくるというか、ちょっと怯える、あのコレチカ実は何にもうまくいってないんだ今のところ、そうですね、そう、高、あ、道高さんが亡くなってからコレチカ全然うまくいってなくて、で、好きな三つ子にも、まあ、勘違いだったけど、うん、ほんで弟が嫌を、ほんで結局謀反だみたいになって、で、呪詛なんて多分してないんだろうな、あの感じは本当に、でももう踏んだり蹴ったり、うんともすんともすってんてんって感じ。そうっす、そう、ああいう性格だったのって見えてきましたね、そう、追い込まれると、だからもう追い込まれると、えぇーって言っちゃうというか、そう、すっごい怯えてる、うん、結局禁止に申し付けて、それで聖書を直った、あ、で廊下ですね、そう、だから、まあ、忠信的にはよ、もう、そっちじゃないよ、こっち来いっていう、あの、なるほど、もう申し訳ないけど、好きなんだよね。好きな女性に対する、うん、なんか守ってあげたいって気持ちというか。そう。でももう、あんだけさ、清少納言は、中具推し、激推し、うん、無理だと分かってても一応言うっていう、まあ、実際ね、あの時本当にあの中宮側がさ、てかコレチカ側がああいう風になった時に、要は清少納言って俺と交流あったから、道長派みたいな感じで、確かあの実際も疑われてんだよね、そのなんか影の声みたいな、そう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 、裏切り者、そうだから、そういう演出になってたけど、だから中宮を見かけ、そう、中宮を見かけ、で、
ゴレチカが逃げたらすぐ報告しろって、まさに俺の女風。ただもう清少納言は聞き物すごい顔してましたよ、ね、何言ってるんだみたいな。だからもう忠信、忠信はだからピュアでストレートなんだけど、もう清少納言からしたらお門違い、お門違いになってます。合ってます合ってます、心配症ですね、はい、お門違い、お門違い、お門違い、はい、お門見当が違う、見当が違う、お門違いでした。で、まあ、真宙の話になってるんですけど、うん、いや、そうなんだよ、地獄が。そうで、越前にね、国替え、最初淡路だった。そうそうだ、俺ら前回もあれで越前に決まってたと思ってたよね。正直そうですね。そう、すごい振ってたんで、総人が越前に。そう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 。でも淡路とは言いつつなるんだろうなって勝手に思ってました。俺も今回なんかあったかいしみたいな、向こうはこちらより暖かそうだしってこと、え、越前なのにと思ったら、最初淡路。そう、淡路から国替え、まあ、気づいてる人気づいてると思います。越前をやったら言うんで。そうね、申し踏みをさ、もうめっちゃ激務で疲れてる道長の、あれダメ時のこの字すごいですね、あれ、あれって言って、よく気づくな、大好きだから。でもしばらくね離れてたから自信なかったんだろうね。でやってる時に智子様が後ろからね、すごい、向こう、いや、隠せ道長と思った。元カノの手紙見てるわけ。そう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 、元カノの手紙見てる時に今のね妻が来て、で、あの時の道長な、やっぱさすがだね、俺だったらバレちゃう、とかなっちゃうけど、いや、なんもないよ、別に何もしないよ、絶対なんかある、うん、ってなるけど、やっぱ道長冷静だね。で、女人さんがちょっと伏せていらっしゃる、そう、あの、壺に入ってるやつでしょ、はい、あ、なんかあの、くじかと思った。あ、最初なんか何入ってんだろうみたいな、なんかチケットだと思って、なんか、はい、もぎりのチケットのなんかやつだと思ったし、あの時代にもぎりのチケットないと思うんですけど、分かった、あれ呪詛だっていう、え、あの瞬間にはまた、その後、うん、なんか呪詛だっていう、そうそうそう、ことが入ってきた、うん、大パニックよ、誰が呪詛したんだってなったじゃないですか。だから、まあ、あの時に女院様が許すまじ、絶対にこれ近だ。で、一条天皇はそれでもうご立腹されて、容疑者、呪詛した、呪詛の容疑者ね、はい、呪詛したのはもうこれ近、高いどっちかだみたいな、完全に決めつけられてて、うんうんうん、最初の容疑者としての秋子なんですよね、やっぱ決めつけたの最初はあの人、女院様、許すまじで、なんか口が軽いどうのとかもちょっとなんかあの証言ちょっとなんか微妙だな、うん、なるほど、うん、で、トモコ、うん、トモコ様もなんか道長とのやり取りで、あ、みたいな、お前がやったのかみたいな空気もあったんで、うんうん、あれも怪しくて、うん、で、大本命で一番怪しいのは忠信なんですよ。うん、忠信、呪詛しました、してさあいや、ネットでも、はい、いや、頼むやったろ、これ頼むだね、だって一番得したの頼むから、その3議に入るって、あの、でも、あの時、道綱さんもなんか、棚ぼたで出世したみたいになっているけど道綱やるかな、どうかな、道綱がなんか自然とこうスライド式にずっと偉くなってたよ、道綱、確かに自然には、実は道綱あんな感じで、わからない、確かに頼むが、土見門の屋敷に帰って、ああいう札を入れれるかっていうと、どうなんだとはちょっと思うんですけど。そうなのよ。まあまあ、頼むこともできるけどね。確かに。おっと。怪しいな。いやいや、まあ、真相は闇の中です。確かに。3人とも怪しいまま言ってますからね。誰だと思う、正直。ネットでは完全にも、なんか、ただの確定ぐらいなんて言われてますけど、僕は友子は聞こないな。もしくは凶暴とか。ここでは誰がやったのでしょう、さあと言っておきます。清少納言と真宙のね、その木でこうやって、あれ素晴らしいです、コントシーンというかね、もうあれはね
もうオールドスタイルの往年のもう実は平安からあったスタイルだったんだというオールドスタイル、そう、超オールドスタイル、平安スタイル、漫画とかアニメとかに出てくるね、仲良しの二人が、そう、あの二人がまた良かったよね。どうやって忍び込んだんだと思いました。そう、かなりくの一レベルじゃないとあの兵なかなかどうやって来たんだろうって。どこで気を刺したんだとか。そうそうそう。面白いです。でも全部、まあ、清少納言が動線は分かるから、ね。確かに。こっから入れますよって言って入ってってこう行ったらまさかのあんな展開。そうですね。まあ、その前の亭主の溶け出してのの、うん、勝手に道長が手引きして、うん、見かけないんですよ。そうね。なんか道長もすごいし。やっぱり亭主中宮様、うん、あれももうあるし、まあそれそうだし潔がいいし、でも一条天皇もやっぱ揺らいでるし、うん、だけどあれはやっぱ許すことできない、普通に考えてね、その政祭り事的に本来ね資材になる、もうそう本当ならそっちな、もう資材なのにまだそっち太宰府とかねしたら警備士がドーン秋山さん来て、秋山さんが別棟ですっごい貫禄だった、まあ、もうラスボス感がついにもう逃げられない、うん、もう逃げられないぞってなった時、でもあの高い家の潔さはやっぱりお前のせいだけどなちょっとなんか堂々としてる、いやまあだから堂々としたんじゃない、もうやってやっちゃったことに気も座ってます、そう大物感は私はね、でもその後ね安倍の春明が高い家様、なんか道長に対して今後必要になってくれた、うん、示唆してました、ね、そう、なんかもう全然俺知らないですけど多分なんか後に出てくるんでしょうね、ああいうセリフがあるってこと、そうね、どうなんでしょう、で、これしかはあなた次第です、そうで、そこでしたら中宮様がこうバッてやってね、そのまままさかのショートボブに、ショートボブアシンメトリーのショートボブ、そうアシンメトリーのショートボブにされて、あれを見てた一番の激推しのね中宮様推しのその清少納言の表情、いやあの顔すごかったですね、そう、はあ、さあどうなるのか、いや来週の予告がすごかったんですよ、ついに春は明けもの出てきたね、赤松推し、だからあれで今度まず枕の掃除だ、清少納言だ、ちょっと辛い回になりそうですね、二人、まあ、ついに越前に行っちゃうからね、越前に旅立ち、うん、で中宮様も旅立ち、そうってことですかね、どうなんでしょうか、うわーということで全て絵図を描いたのは忠殿です、じゃあ呪詛の下ってことでいいですか今のって、さあ誰にも分かりません、ただ私は参議に入りました、これ近との高い江戸の皆様のひいては道高殿の代わりに忠信偉くなります、また来週見てください、出身高評価とか、なんか、チャンネル登録とか、なんか、よし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 。